池森チャンネルオープン。はい、グリーンカレーそば作ります。グリーンカレーそば、さあ早速。これニンニクはね、入れても入れなくてもいいです。池森はこれ入れた方がいいと思ってやります。でグリーンカレーといえば緑でもいいんだけど、パプリカの方が見栄え的によろしいかと思われます。こういう感じにね。いやこれはね、すんげえ肉厚、超肉厚な。今からグリーンカレーのペーストを炒めるんだけど、基本的にレシピはね、サラダ油、サラダ油なんだけど、池森はねオリーブオイルでやります。でここによし、今はいいです。見てください、ここにね、これ見えるかな、みんな。よし、ここら辺でちょっと一応火を止めて、鶏のミンチ、鶏ひき肉を炒めます。一気にこれを、これ辛みがね増すらしいです。痛い感じが来てます。でここに、はい、ナス、これ水分が出てくるんで、よし、ここら辺でこうナスにね、いい具合に油が浸透してうまそうでしょ。でここにどうぞ、はい、いい感じになってるぞ。よし、火を止めて、それでなんと、じゃーん、豆乳。まあ当然グリーンカレーは鶏ガラと、もうココナッツミルク、これでまあグリーンカレーなんだけど、そばの場合はね豆乳だと思いました。4人前で、まあレシピ書いてるのは 400cc、はい、ココナッツミルク、はい、鶏ガラスープが300、まあ、700使うんですよ。で池森は500、200、逆転しちゃった、まあ、100でもいいかなぐらい。これで、はい、豆乳で、でここに普段の生活で使うことはないですね。チキンブイヨン、これは1個入れます。1個だけ、4人前1個でいいです、はい、チキンブイヨンを、よし、でここにじゃあ白だし、これカレーなんで、これを入れます。4、豆乳とね、とにかくだしがね異常に合う、本当に。でこれで皆さん味見してください。具材とかによって薄かったり濃かったりしちゃうので、その場合は白だし小さじずつね、一つ足そうかなみたいな。で濃かったらここに水です。もう豆乳とかココナッツミルク入れなくていいです。さあ運命の瞬間、いってきます。けどうまい、濃さもね完璧っす。今回はじゃーん、
爽やかさだしな、これ使います。これも1分早く4分半、3分半、お、でこれをまたドサッ温めます。で約 1分ぐらい温めるとよろしいかと思います。うん、よし、30秒しか待ってないです押してから、うん、十分温まる。まあ量もね、そこまで多く入れてないんで、このぐらいでいいかと思います。よし、ここに、どうさ、でここに最後仕上げ、ここにちょっとブラックペッパーを、で最後に透明分けとくやま、これでちょっと和の感じを演出します。グリーンカレーそば完成。いただきます。はい、いただきます。うまい、辛い、辛い、辛いよ。ただね、最初は辛いんだけど、まろやかさがすぐなんか長く続かないんで、はい、これ絵がいいね、絵がこの赤ピーマンとナスのコントラストが、うん、パプリカも肉厚、ナス、うん、あ、なんかつゆが吸ってね、うまい。あとさらしながね、合う。うん、夏いいね。もう暑い暑いながらもう、そうですね、ガンガン汗出しちゃう。あ、うまいわ、やっぱりこれ豆乳がね、はい、マジで本当にいい仕事するの。うん、あ、俺汗出た、珍しく。うん、やばいな、山毛痩せちゃうぜこれ。ガリガリになっちゃう、ガリガリにまあ2、8から10割はね、もうカロリーゼロっすから、はい、ということで皆さんぜひね、試してみてください。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。